こんにちは、大八郎です。今回は SH フィギュアーズ新仮面ライダーから仮面ライダー新2プラス1号一文字隼人、こちらが届いたので開封していきたいなと思います。はい、一文字隼人の顔がねちゃんと付属していると、マスクを外したね。で、あとですね、第2号とね連動させることのできる手持ち用のマスクとサムズアップの手首と、第0号と戦った後の、マスクですね、手持ち用のこちらが付属しているので、まあ2号とねちょっと連動して、連動させて遊ぶことができますね。はい、まあ劇中ではね、あの戦闘シーンはなかったんですけども、最後にね出てきましたね。はい、続きがあればこれが活躍するということでしょうね、多分ね。はい、では開封していきたいなと思います。はい、ではブリスターはねこんな感じで入っておりますと、手首の交換パーツとこれですね、第0号の後の、マスク、はい、ちょっと気づいた感じが、しております。で、2号の手持ち用のマスクと一文字隼人の顔とで、こちらが本体となっております。で、マフラーはね布製になりまして、いろいろ動かすことができますね。で、この新2プラス1号の、このマスクの色ですね、普通の仮面ライダーの新1号と2号もこんな、色のマスクをしてましたよね。いやー、綺麗な色ではね、取り出していきたいなと思います。はい、では本体見ていきたいと思います。いやー、綺麗なこの色、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、マフラーもね、ちょっとマフラーもね色が落ち着いた感じで、このグローブとかねブーツのね色がね、変わってますね。全体的にやっぱりちょっとね、違う感じになってます。はい、いやー、まあでも一文字隼人なんで、ちょっとね、身長があって、スタイリッシュな感じになってますね。だから顔もねちょっとちっちゃくなったんですよね、これね。あとでちょっと、2号と2号も使うので、見比べてみようかなと思いますが、はい、こんな感じですね。いやー、相変わらずかっこいいな、ここの部分。いやー、かっこいいですね。はい、ベルトも赤になったかな。そうなんですよね、黒になったんですよね。はい、黒の部分がかなり多くなりました。いや、かっこいいですね。いや、かっこいい、かっこいい、これはいいですね。で、可動の方はですね、まあ変わらないでしょう、前の、1号2号と、ほとんど変わりなく、いろいろ動いてくれるんじゃないかなと。マフラーがねやっぱりこれ、まあ、針金入ってますね。こんな感じでねたなびかせることがね、動きがねできるんでね、まあ、ただここのね首の部分がこのプラスチックみたいな質感で、こっから急に布になってるんで、ちょっと違和感はね、感じる部分ですね、ここね。ちょっとここもしてくれたらよかったのになと思いますけど、はい、ね、相変わらずここは動いてくれますんでね、ちょっとね、前に出すときにちょっとモリッとなります。いいですね。はい、やっぱり、可動はいいですね、いろいろ動いてくれますね。この新2プラス1号は何か必殺技とかあるんかな。いやー、いいですね。はい、可動は、いろいろ動いてポージングも取れそうです。で、付属の一文字隼人の顔でございます。似てる似てる。いや、でもすごいですね、本当に。いや、すごいな。すごい技術ですね、本当にね。いや、素晴らしいですね。で、最後に、第0号との戦いの後のマスクなんですけど、これね、僕さっき
ちょっと第2号のマスクって言ったかもしれないですけど、これ第1号、1号のマスクですね。本号のマスクですよね。あー、気づきましたね。はい。あ、そうですよね。うん、そうです、そうです。あー、そうか、そうか。そうですね。めちゃくちゃ一人で納得してしまいましたけど。これ、第本号のマスクですね。はい。あー、そうか、そうか。なるほど。はい、こんな感じです。そうですよね、クラッシャーの色もこの色でしたよね。あー、なるほどね。へー、ちょっとね、目がねこうなってる、なんかくすんでると言いますか。あー、いい、面白い表現やな。はい、こんな感じでございます。で、見比べてみましょう。こちらが第2号で、こちらが新2プラス1号でございます。はい、頭の大きさはね特に変わってなかったですね。なんで大きかったみたいなこと言ってたんでしょうか。で、横のラインがね、太い1本から2本になりましたと。まあ、マフラーはね、まあ、単純に仕様変更なんでね、フィギュアので、グローブの色とブーツの色と変わっておりますと。ベルトは全く一緒でした。はい、記憶があやふや曖昧でございました。で、あとですね、このクラッシャーの部分のちょっとだけ違うの分かりますかね。ちょっとだけ違うんですよね。まあ、マスクはちょっと変わったので、ここが細かいですけども、変更があったのかなと、はい、思います。はい、それではね、新2プラス1号を、使ってね、ちょっとポージングを取っていったり、まあ、第2号も使ってね、付属のマスクとかね、使って遊んでいきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、いかがでしょうか。 SH フィギュアーズ新仮面ライダーから仮面ライダー新2プラス1号を開封していきました。
いやあのね、一文字隼人の顔、あすごくいいですね。あと手首の交換パーツであったり、まあ2号とね連動させる、手持ちのマスクとか手首のパーツがあったりとか、とても素晴らしい、うん、素晴らしいんですが、遊べあのいろいろねちょっと遊ぶことができるんですけども、やっぱりねマフラーがねあの動くっていうのはすごくいいですよ。はい、もうあのねもう最初からこれにしといてほしいなと思いましたね。この固定のマフラーもねこの佇んでる時はすごくいいんですけど、なぜこれを最初からこの布の動くマスクにし、マスクじゃないマフラーにしてくれないのかなと、本当に不思議に僕は思ってますね。絶対こっちの方がいいと思うんですけどね、アクションフィギュアとしては。あのスケールフィギュアとかはね全然いいと思うんですよ、動かないフィギュアは。まあそうですね、もうちょっと遊びながらなんでなんやろうなと思いましたね。だからねマフラーはね本当にね動いてほしいです。もうちょっとしたアクションでね、ちょっとマフラーの角度とかその風の感じとかがねいろいろちょこっと変えるだけで、ね、やっぱりそのアクションの躍動感っていうのがねマシマシになるので、これはね、まあ今回はね変わってましたからね、もうめちゃくちゃいいなと思いながら、もう新仮面ライダーはやっぱりねもうこの新にも2号も1号もかっこいいんですよ。第0号もかっこいいですし、もう最高ですよ。で、次ね、あの、大量発生型バッタオーグ。これね、僕一番デザイン好きかもしんない、新仮面ライダーの中でね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。その次が、この新2号プラス1号のね、あの、バイクですね。新サイクロン。これがね、予約しております。で、もしかしたらこれで新仮面ライダー終わりかな。雲オーグと八オーグは、まあ、KK オーグ、出してほしいなと思いますけども、まあ、次のね、太陽発生バッタオーグ、楽しみに待っていきたいなと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。